ファインプレーをご覧の皆様、B-Boyの一世です。全然信じられない感じです。未だに夢なんじゃねえかなって思ってます。すごい嬉しいです、なんか言葉にできない感じですね。ずっと目標にしてたものだったんで嬉しいです。とりあえず、そうですね、僕が結構ちっちゃい頃からの目標で、その BiSH1 を初めて知った時からの目標で、二十歳までに BiSH1 を優勝するっていう目標があったんですよ。で、多分今回3回目で、しかも多分10代ラストになる、二十歳もうなっちゃうんで、来年で。だから、そうですね、それで目標達成できたのが嬉しかったです。だろうな、なんか結構何も考えてなかったって言えば何も考えてなかったんですよ。本当に今回みんな強敵じゃないですか。でもなんかそのビクターにずっと BiSH1 で負け続けてるんで、そのビクターと、まあ、大輔さんにはちょっとなんか違う特別な思いがあったりしたんですけど、なんですかね、とりあえずそのビクターとバトルするときは今回のバトルの中で一番緊張しました、すごく緊張しました。で、すごい気持ちもなんかね、勝ちたいっていう気持ちもあったしっていうのが結構積み重なって、それで勝てたのが良かったと思います。本店ってもう2回優勝してるじゃないですか。 BiSH1 を2回取ってる人だし、もう僕がダンスを始めた触れた時ぐらいからトップ B-Boy だったんですよ、本店って。で、ずーっと有名なまま、なんかモチベーションもすげーし超尊敬してる B-Boy の一人であったですよね。だからその決勝でそのやっぱ勢いある本店にバトルで、その勢いに負けないぐらいのパワーを使おうと思って、それで臨めたのが良かったなと思います、まず若さがあったかなって思います。あとはその日本開催っていうことでチームの人も応援してくれてたし、皆さんの応援がすごいなんかプレッシャーにならず、それがすごいこうあったかい感じでみんなが背中を押してくれたのが良かったなって思います。はい、今後の目標はとりあえずなんですけど、僕 BiSH1 結構目標にしてたんで、今なんかパッて浮かばないのが一つなんですけど、まあでも現状維持とかじゃなくて、とりあえず今年は僕 BiSH1 優勝したっていうのもあったりして、環境も変わると思うんで、やっぱもっとレベルアップしていきたいなって思います。そのファンデーションも九州男児も僕も全部が今年以上のものが来年から作れればいいんじゃないかなって思います。とりあえず簡単に言うと、先生の言うことは聞きましょう。あとめんどくさいかもしれないけど、基礎とかはしっかりやることと、あとはいろんな場所に見に行ったりとか挑戦しに行くっていうのが大事だと思います。本当に自分が好きなことをやれば、好きなことだけをやればいいと思います。とりあえず、どんどん楽しいことやりましょう。はい、優勝できました。とりあえずすごく嬉しいです。本当に今日みんながいてくれたおかげというか、みんなのその声援とか、まあ、来てない友達とかもそのすごい応援してくれてたんで、それがすごい励みになりました。ありがとうございます。やったぜ。ファインプレー。